どうもこんにちは、奈良チャンネルの奈良ちゃんです。今回は ICU に入院していた頃のお話をしていきたいと思います。でちょっと今回はちょっとメモを見ながら話していくので眼鏡をしているんですけど、よろしくお願いします。とまず事故を起こして数日間意識がなかったんですけど、目を覚ましてまず自分の体の周りがなんかあらゆるコードやなんか管がつながっていて、部屋も機械だらけでびっくりしました。実験室かなんかなのかとか思ったり、それは冗談ですけど。で、まあ、手術した後は頸椎などを固定するためにハローベストというものが頭に装着されていました。装着された自分の姿はもう見たことないんですけど、後々検索してみた時になんかマジで爆笑したのを覚えてますね。何つけてんねんみたいな、何やこれみたいな、なんかもうとにかくすごかったですね。機械人間みたいな。確かあれって眉毛のこの上の部分、両サイドとあと耳の後ろにらへんにボルトを刺して固定するんですけど、なんか麻酔してたのかな、して多分してないと思うんですけど、なんかつけられた時は意識なかったんで痛いとかなかったんですけど、なんか外す時マジで痛くて、なんか涙、なんか泣いたのを覚えてます。で今もそのこの眉毛の上と耳の後ろに跡があって、この辺とかなんか髪の毛がちょっとだけなんかハゲてはないですけど、生えてきてない気がしますね。ショックです。でまあ順調にことは進んだんですけど、一般病棟に移って看護師さんに体位変換、こう体を横に向けてその褥瘡がとかができないようにこうしてもらったんですけど、その瞬間になんか息苦しくなって、で息ができなくてこう意識がなくなってしまいました。で気づいたらまた ICU にいて、なんか最初の頃より機械が増えてて、今度はこの人工呼吸器がつけられて声が出せなくなりました。人工呼吸器つけるのってなんか多分気管切開するのかわかんないですけど、ここに穴が開いて、でここに加入でなんてこう酸素が入るようになってるんですけど、でその先生からは重度の肺炎って言われて、一時危なかったとも言われました。でその頸椎損傷になると、こう肺活量が健常者の頃に比べると愕然と落ちるんですね。自力で痰が出せなくなるんです。で先生からそのレントゲンを見せてもらったんですけど、この肺の部分がこう白いもやで、もやだらけで、それ見た時ゾッとしました。やばみたいな。で多分おそらくこの怪我してから現在までの中で、多分この時から数ヶ月間、この肺炎になってから数ヶ月間が一番しんどかったですね。なんでこのしんどかった中で、最もそのしんどかったことを3つにまとめてみました。1つ目は痰の吸引です。この人工呼吸器のつながっている喉あたりに、このその先穴が開いて、この加入入れっていうんですか、なんかこの人工呼吸器がつながっていて、でこうここから痰を吸えるようになってるんですけど、それが本当に苦しくて、で1日に何度もするし、で看護師さんもなんか数秒間ずっとガーって吸い続けるんですけど、で僕は抵抗もできないし、こう苦しいっていう顔で、まあ、表情で訴えてるんですけど、やめてって言えないんで、看護師さんもガーって数秒間ずっとやるんですよ。でちょっとそこはまあ一呼吸ワンテンポ置いたりしてやってくれたりしたら本当にありがたかったですね。でもどっちみち苦しいんですけど、その今コロナ肺炎が流行っているんですけど、その普通の肺炎の苦しさを知っ
っているからこそ、その今マジで本当にビビってます。もうあんな思い二度としたくないんで。なんで皆さんも本当に気をつけてください。で、二つ目は声が出せなくなったことです。で、人工呼吸器をつけられてから、その声が出せないんでコミュニケーションが取りづらくなったんです。で、コミュニケーションを取るときは文字盤といって50音が並んでいるものを出されるんですけど、僕は腕もその時腕も動かせなかったんで、この相手があいうえおのあから順にこう指で指していって、僕はこううなずくか、イエスだったらこうくんってやって、ノーだったらこう振ってっていうのをずっと繰り返して、でこうラリルレロとかの和音とかの最後の方の文字があるときはもう本当にもうやだなみたいな、ずっと永遠とこうやってましたね。これもまたうまくいかないし、こう僕は例えばもうさだったらさまで待ってるんですけど、構えすぎて過ぎちゃうんですよ。で、過ぎちゃってあ過ぎたとも言えないし、またこうずっと永遠と振って、で相手もえ全部終わったけどみたいな、でまたあから刺してってみたいな、で相手も僕もイライラするし本当に大変。でも今では現在はその文字盤もなんだろう、目でこう覚えるようなやつがあるっていうのを聞いていて、なんか時代の進化ってすごいなみたいな、時代の進化進歩ってすごいなと思います。最後に3つ目はその家族や友人との面会ですね。で、姉や妹が面会来る日は嬉しかったんですけど、どうしてもこう僕から見える2人の表情って悲しんでいるし、不安そうな顔してるし、困ってて、なんかこの先どうなるか、どうなるんだろうみたいな、どうしたらいいんだろうみたいな表情に見えていましたね。で、まあ、僕はその時そのリハビリ病院に行くまではまだその頸髄損傷だっていうことを知らなくて、こう言われてなくて、リハビリ病院に行ってリハビリすればこうまた歩けて、なんだろう、元の生活に戻れると思ってたので、なんでそこまで、まあ多分普通に、まあ、悲しむのは当然なんですけど、なんそこまで深刻そうな表情してるのか正直わからなかったですね。まあ後々現実を知らされて、まあ、その時の真意を知ることになります。こう友達との面会も本当に辛かったですね。こう友達はみんなこう元気かみたいな感じ、すごい明るく大人数で来てくれたりしたんですけど、自分は声も出せないんで、こうコミュニケーションも取れないし、こうニコッと、こう全然楽しくないんですけど、嬉しいんですけど来てくれてること、こう会いに来てくれて嬉しかったんですけど、楽しくないし話せないし、多分相手もどうすればいいのか分からず困ってたと思います。笑っている友人たちを見てると楽しそうだなとか、なんか心が苦しくてしんどかったですね。まあでも面会に来てくれたことは本当に嬉しかったです。で、まあ、今回はその ICU にいた頃の話をしたんですけど、まあ、ちょっとでも参考にはなってないのか、よかったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた See you!